の先がですね、本町小学校が建っていて、もう埋めて、ほとんど見えませんが、こちらの G と呼ばれるところに白く、見えるのが、本町小学校の、コンクリート基礎です。建物の上はですね、レンガを使ったりですね、板張りだったりはするんですが、上部構造のところの、部材は、見つかっております。でちょうどですね、一本石柱みたいなものが立っておりますが、あれが、横浜市さんが建てている、道路境界標なんですが、あそこから、こちら側のこのオレンジ色のタンクまでが、北中道、ずっと今の県警の方に向かって道路が、でそこから先が、いわゆる先ほど私言った文教地域と言いましたが、商法学校ですとか本町小学校、あるいは助春学者とかいろいろな学校とかで、さらに、本町通りとの間にはですね、おそらくそういう、海運業に、関係するような倉庫というものが、いろいろ建っているというふうに、今のところ推測。それでは、電柱の先まで、移動しますので、ゆっくり歩いてください。ここから見ようよ。新聞の前身でありますところの、貿易新報社、大正11年に建てられる、ビルなんですが、わずか1年で、震災で倒壊してしまった。で、ちょっと見ていただくと、主だった基礎柱がもう斜めに、傾いているのが分かると思います。でこの大加賀べりっていうのがですね、先ほど言いましたように、埋め立てて敷地を作っているところなので、その埋め立ての家がですね、あんまり十分でなかったせいか、かなり、奥に比べるとこの震災の影響が、強く出ていると。で あんまり見えないので、今度隣の区画に行きます。ゆっくり、銀色のパネルの
東側にあったものだと思います。でこの建物は、半地下式の、作りで今、見えているモルタルの床の部分が、地下1階に当たるところです。で正面に当たる部分は、レンガの基礎が4本並んで建ってるところが分かるかと思いますが、かなり密に、レンガ基礎を入れていた関係で地震の影響はあまり受けなかったんですが、その両サイド、は、左右に2つしか基礎が打ってないので、その真ん中がだいたい70センチぐらい隆起しているのが、分かるかと思います。ちょうど向こう側の、左側の、レンガの柱の下の方に、モルタルが、打ってあるところがあります。そこからずっと地震の影響でああいうふうに盛り上がるというのが、分かろうと思います。で手前側に、ありますこの下水の施設なんですが、ちょうど先ほどの、貿易新報社と、この銀行集会所の、間にどうやら私道あるいは、まあ、横浜市道だったのかもしれませんが道がありまして、そこの道の下に埋まっていた、下水溝になります。かなり物臭な作りをしておりまして、上下2段に、下水溝が、配置されています。こちらは下の部分ですね。ちょうど上の部分の下水管は今も取り外した状態です。でそれに対して向こう側のはまだ上の、下水管で、この後見学会が終わったらですねこの下を、取ろうかというふうに。で、その先の建物が、原郷目アパート、アパートといいましても今でいうところのテナントビルっていうふうに解釈していただければいいと思います。でよく見ていただきますと、下に、厚さ、70センチぐらいのコンクリートが打ってあって、その上に、レンガが積んでありますが、こちら側の手前側がですね、レンガの下にはコンクリートの基礎っていうのが25センチぐらいしか打ってないんですね。同じ建物に、そういう違いがあるっていうことは、もしかしたら、向こう側のレンガ基礎がですね、こちら側のレンガ基礎っていうのが同じ時に作られていない可能性がある。で、どうやらですね昔の写真を見てみますとちょうどこの辺りに、連合キートに預かり所っていう建物が建っていた時代があります。明治14年だったくらいに建てられているので、それを取り壊した後にですね、その基礎をそのまま一部分生かして、さらに、作り直しているのかなっていうふうに、今のところ考えています。で今手前側に実測をしている風景、わざとらしく残しておりますが、あれを見ますとそのコンクリートの基礎の下にですねまた、壊したレンガの、破片を入れて整地した上